お客様。はい。あ、申し訳ございません。私はこちらの駅員なんですけども、はい、先ほどお客様の方ですね、通報がありまして、はい、ちょっと駅で怪しい行動をされている方がいるということで、ちょっと連絡がありましたので、ちょっともう声かけさせていただいているんですけども、僕のどこが怪しいんですか？あ、ちょっと携帯を、持って少しニヤニヤされてましたので、もしかしたら最近少し多くてですね、盗撮などの疑いが、あるということで、ちょっとお客様の方から通報がありましたので、一度携帯の方を確認させていただいてもいいですかね。僕1万件の車両見てたんですけど。ああ、そうですか。あ、申し訳ございません。それは本当に申し訳ございませんでした。勘違いしておりました。何ですか、はい、すみません。一応確認のためちょっと来させていただいたんですけども、お客様そういったことはなかったので、本当にこちら失礼しました。本当ですよ。はい、なんでみんなも怪しみでこっち見て。すいません、唾でもかけてやろうか。お客様すいません、申し訳ございません。本当に、はい、すいません。こちらも浅はかな判断してしまいまして申し訳ございませんでした。僕なんてね、はい、女性と付き合うぐらいだったらね、はい、電車のお付き合いしますよ。そうですか、申し訳ございません。本当に、はい、ちょっとちょっとてっきりこのいいねとか言って、形がいいねとか言ってたので、この駅学生さんとか女子高生の方も多いので、ちょっとそういうね、不審な目で見られてるのかなと思ってしまいまして。本来なら僕はね、はい、名誉毀損でね、あなたを訴えることもできますけどね、はい、本当は申し訳ございません。すいません、すいません。他のお客様も、もう大丈夫ですので、はい、ここにお願いいたします。申し訳ございません。やっぱ可愛いな。やっぱ可愛いな。やっぱ怪しいな。この顔な。やっぱり怪しいんだよ。かわいすやがって。怪しい。あ、ギュッてしたくなるな。これ、1万系ですよ。1万系だ。本当に1万系だ。はい、すいません。申し訳ございません。てっきり、てっきりね、ちょっとそういった行動を取られてるのかなと思いまして。申し訳ございません、お客様。本当に。はい。好きにさせてくださいよ。はい、すいません。僕はこの電車との彼女との時間なんですからね。そうですよね。はい、申し訳ございませんでした。ちょっとこちらも反省しております。今後このようなことがないように。いやいやいや、はい、そんなこと言われて僕も許しませんからね。言っとくけど。本当ですか。もう許しませんよ。蒸気機関士だったら僕の上からポッポッポーって出てますからね。はあ、申し訳ございません。もう無理ですわ。絶対許さない。お宅だって本気出したら怖いんですからね。知りませんよ。このね、ホームごとね、僕がね、支配してやりますからね。申し訳ないです。ちょっとこれしかないんですけども、もしよかったらこちら新幹線のカードになっております。嬉しい、ありがとうございます。純粋だった。